和歌山の皆さん、大賞おめでとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。今日はもう3回生は1回生2回生の時に経験したこと、2回生は去年経験したこと、1回生は今年初めてだったんですけども、それ以外に4回生が引退した先輩方が来てくださっていて、今まで経験しえなかったことを今ここで先輩たちにも経験してもらえて、もう誇りに思ってます。それではまず和歌山和歌蘭のあれからいきますよ。せーの、和歌山県は和歌山県は民間梅干し高野菜、はい、和歌山県は和歌山県は民間梅干し高野菜。こんばんは。こんばんは。和歌山大学よさこいサークル和歌蘭です。わからんのみんな、この大賞演舞、この会場にいる皆さんを幸せいっぱいにする準備はいいか。それでは参ります。ここから始まる幸せの道、笑顔の見えるその場所へ。今心のままに、眠るとき、今日という日に満足できそうですか？これは、わからんが幸せを探す物語。さあ、ページをめくり始めよう。わからん堂2014、心から涙も怒りも笑いもあった。人それぞれの幸せの形、僕の幸せって、あ、そっか。あなたは今いるところがこよなく大切だと思いますか？今から。あなたの幸せは？何ですか？幸せ！
それではわからん撤収。